朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」第11週放送分危機物語朝が出産予定日を目前に控えたある日のこと朝の目の前で小吉が心臓発作を起こして倒れてしまいました小吉は以前より発作を繰り返し症状は日に日に悪化していましたしかし慎次郎と栄三郎には そののことを隠し通し通てきたのです一方、朝は、無事に女児を出産しました。家族に祝福されながら生まれてきた白岡家の初孫は、千代と名付けられます。朝は、出産後、しばらくの間、子育てに専念するために、仕事からは離れることにしました。1877年、明治10年、朝が仕事に復帰して、間もなく、鹿屋に大問題が生じました。 九州の蚊の炭鉱で落盤事故が発生したのです。幸い、死者は出なかったものの、サトシは朝を責め立てました。朝が炭鉱夫の仕事を競い合わせたことが招いた災いだと。正吉に頭を下げられたガンスケは炭鉱の経営立て直しのため、九州に足を運びました。この事故にはサトシが絡んでいると察したガンスケは炭鉱につくなり、サトシをき問一方、 慎次郎も炭鉱であった里氏のことを思い出していました。